はい、あきらけです。アイミーブを納車しました。ここはね、埼玉県のね、吉川市というところです。こうナビにも出てるかな。まあ今車屋さんから出てきたとこなんですけど、これはね2011年式の、でもね、ベースグレードっていうのかな、初期型です。2011年っていうのは、アイミーブのマイナーチェンジがありまして、G というグレードと M というグレードに分けられて、そのうちの M というグレードは 10.5kW のバッテリー、東芝のね、なんだっけ、SCIB というね、繰り返し充電に強い、急速充電に強いというバッテリー搭載モデルが発売された年が2011年なんですけど、これはまあその年に売られた車ではあるんですけど、マイナーチェンジ前のモデルになります。まあなんでこれを買ったかっていうと、まあ安かったからなんですけど、これね1万キロ未満なんですよ、走行距離が。それでね、総支払いで60万ちょっとだったかな。そんなもんですね。で、まあ、車検丸々2年付きということで、本当はね、M っていうグレードを探してたんですよ。10.5kW の方ね。まあ、残念ながら高いんでね、そっちは手に入れられなくて、これを買ったということなんですけど、まあ、なんで買ったかっていうとね、車として買ったという、まあ、結果としてはまあ車として買ったんだけど、最初探すきっかけとしては、バッテリーです。家のね、まあ、家にはソーラーパネルが積んであるんですけど、まあ、それの固定買取制度、まあ、フィットと呼ばれるね、高額で、電気を買い取ってくれるという制度が終わったんですよ。終わるとね、その固定買取の頃は、換算というか、まあ、東京電力が高く買い取ってくれる、プラス、うちにはエコイルがついてたんで、そっちの補助みたいな感じで、1キロワットあたりね、49円だったかな、ぐらいになってたんですよ。それがフィットが終わって、今ね 9.5 円です。東京ガスに電気を買い取ってもらってるっていう扱いになってるんです、なってるんですけど、 9.5 円になってしまったと。ちょっとね、もやもやとしたもありますよね。だって電気って24円ぐらいで買ってるんですから、24円ぐらいで買ってる電気をね 9.5 円で売ってるっていう、まあなるべく自家消費をしたいなっていうんで、じゃあ家庭用のバッテリーはどうかっていうと、まあテスラのがお安いと。あれ、バッテリー本体と、それから工事を含めると140万ぐらいするんですね。13.5kW なんですけど、140万ぐらいです。まあ、フルオートで、あれはね、全部、家の中の電気全部賄ってくれるというタイプです。200V のエアコンとか、200V の IH クッキングヒーターなんかも賄ってくれるというシステムなんですけど、それが140万円と。まあ単純にそれでもいいんですけど、なんか面白くないなって。どちらにしろね、ああいう家庭用の蓄電池っていうのは元取れません。はっきり言います。私もね、いろんなね、細かい計算をやってみたんですけど、元を取ろうとすると、だいたい60万円ぐらいで導入する。まあ10年寿命とすると60万円。まあ今、だいたい15年保証ついてますから、まあそこまで条件は悪くないんですけど、まあだいたいそんなもんです。60万円。10年寿命だったら60万円ということになるんですけど、ただ単純にそれ導入したんじゃつまらないなと。どちらにせよ、まあ元を取れるような商品じゃない。で、思いつくのが V2H と呼ばれる、ビークル2ホームです。ビークル2ホームね。車、電気自動車のバッテリーを、家のバッテリーとしても使うと。まあそういうシステムが あるんですけど、まあこの装置もね、お高い。一番安いやつで、40万円ぐらい。ケーブルがね、3.5 メーターしかないやつが40万円ぐらい。で、それはね、特定領域というか、家の中の全部の電気を賄ってくれるわけじゃないんですよ。200ボルトに対応しないんで、200ボルトの IH がついてるとかダメですし、で全部じゃないんだけど賄ってくれるわけですね。その40万円ぐらいの安いモデルは、で全部賄ってくれるって、でしかも停電の時にも使えるっていうようなやつはね、80万円です。約工事なしで、ね、工事費なしで、で工事については、V2H についても、まあ、40万円ぐらいかかります。で、まあ、何を考えたかというと、まあ、テスラのパワーウォールってバッテリーを導入すると140万円ぐらいと。で、同じぐらいの国産のを導入しようとするともっと高いですね。国産メーカー、国内メーカーのにしようとすると。で、じゃあ140万予算で V2H と電気自動車準備したらより面白いんじゃないかって考えて、電気自動車探したんですよ。そうするとね、リーフがね、ものすごく安く買える。で、リーフは、しかも24キロバッテリー積んでるんで、有利ということなんですけど、残念ながら、うちは、駐車スペースが狭い。
で軽乗用車だったら、軽乗用車サイズの電気自動車だったらなんとか家のスペースに置けるんですけど、普通車サイズになるとちょっと厳しいので、アイミーブとかミニキャブミーブで探しました。で結果結構あるんですよ、安いのあるんですけど、 V2H につなぐためには急速充電の設備がないとダメなんです、車にね。で2011年にマイナーチェンジした以降は、急速充電の設備装置っていうのが車体にオプション設定になったんですね。だから中古で買うときに気をつけなきゃいけないのは、安いからって買っちゃって急速充電の設備が車についてないと、もうそれはどうしようもないんですよね。後付けできないんで。ってことで、まあ急速充電の設備がついててバッテリーがあまり下手ってなさそうでって探して行き着いたのがこれということで、これを買いました。でまあせっかく2輪車券ついてるんでね、まあ車としても使っていこうかなとは思ってますけど、なとこですかね、初期インプレッションというのはね。ってことで、でこれですからグレードとしてはねすごくいいんですよ、最初から。つまりまあアイミーブが最初はね、アイミーブっていうのは一般販売じゃなかったんですよ。なんていうかな、観光庁とかね、企業向けに販売されて、その後一般販売になったんですけど、一般販売になった時に、これね、398万円ですからね、この車。だからいろんな、こう、カーバキのね、ステアリングであったりとか、アルミホイールだったりとかね、オートエアコンなんかが最初からついてるモデルなんですけど、ってことで、最初の紹介はこんなとこですかね。ちょっとこの後ね、急速充電のところに寄りつつ家へ帰るんで、その辺も追加でリポートしたいと思います。でやってきたのが埼玉県川口の安行の道の駅です。ここね30分無料なんですよ。30分の急速充電なんですけど無料です。未だにね無料のとこあるんだね。で初めてこの急速充電の装置を触って、それからこの車ね、急速充電を売ってるね、中古車のおっちゃんはやったことがないっていうことで、この車が果たして急速充電装置壊れてるかどうかわからないっていう、ね、もし壊れてても保証しないとか言われて、ちょっとねドキドキだったんですけど、無事この急速充電の機能は壊れてなかったです。はい。で、セットして、で、どうしたものかですよ。説明を読みながらね、パネルを押しちゃったりしてね、こっちはスタートボタンを押すんですね。そうすると、充電が始まります。ただしね、74% だったんですよ、残量が。で、急速充電してくれるのが、ね、80% までなんで、たった6% ですけど、まあ、充電してくれたと。ということで、その間に、立ち食いそばを食ってね、食ってっていうな。立ち食いそばでお腹を満たして、次の目的地と。で、私は埼玉県の新座市に住んでるんですけど、新座市にもね、実は無料の充電スポットがあるんで、帰りにそこにも寄ってみようということで向かいました。怖いよね、これ。今、新座市の無料の急速充電器に来たんですけど。故障中でございます。はい。まあうちの近所なんですけど、まあ試しに どんなものかっていうのをね見に来ただけですけど、危ないよね。さて、帰りましょう。で、これね、これ一応説明中、これなんだ鍵マークが点滅するのなんだろうな。ODB2 からワイヤレスというか Bluetooth で、データを飛ばしてここでモニターできるというもののアプリが走ってます。で、もう一つ裏で、今ねこの車にドライブレコーダーがついてないんで、ドライブレコーダーソフトが、まあ、裏で走ってて、まあ、ここにペチョンと貼ってくっつけたのはドライブレコーダーのためです。はい。ってことで、まあ、電気自動車はね、私これ2台目なんですよ。レーバーアイっていうね、インド製の電気自動車を7年ほど所有してましたね。何年ぐらい前かな ?6、7年前かな、手放してから。まあまあ、だから2台目なんで、電気自動車がどういうものであるかっていうのは、まあ割と知ってるんですけど、まあこれは、まあ先ほども言いましたけど、まあ電池が主要目的。家用の電池が主要目的で、車は二の次なんですけど、
まあ、せっかくなんでね、いろいろと遊んでいきたいと思います。おそらくね、フル充電でね、100キロ以上いけると思います。今ね、バッテリー残量が 59.5% で、今60キロ走れるっていうふうにここに出てますんで、100キロぐらいはいけるんじゃないかと思われます。以上、まだぼちぼち、追加で、ぼちぼちどんどんこの車についてもリポートしていくと思います。アキラ系がアイミーブを買ったぞというリポートをお送りしました。